今日のウィーニングメッセージは、今日の試合で最も気持ちを感じるプレーをしていた選手ということで、パラダ選手が選ばれました。おめでとうございます。ありがとうございます。アウェーが3試合続いて久々のナックでの試合となりました。今日はどういった気持ちでこの試合に臨みましたか？久々だったんで、サポーターの後押しを力に、勝利につなげることができて非常に良かったと思います。来週はホームで栃木戦と負けられない試合がこれからも続きます。意気込みを聞かせてください。残り6試合、すべて勝つ気持ちで戦うので、サポーターの皆さんもその気持ちで、熱い声援を引き続きよろしくお願いします。それでは、今日暑い中、多くの方にお越しいただきました。本日ご来場いただいたファン・サポーターの皆さんへお礼のメッセージをお願いします。本日勝利できて非常に嬉しいです。サポーターの応援があったからこそ、逆転して勝つことができました。また、残り6試合全試合勝つために、サポーターと一緒になって戦いたいと思いますので、引き続き熱い声援よろしくお願いします。